もし咲ちゃんが認めてくれるなら、正々堂々二股したいと。ゲレリオ、リカを忘れろ。俺たち何も悪いことしてないのに、世間体が悪いのよ。ミラセさんとサキちゃんと二人、おりゃー。ミラセさんと俺たちは誰その子と、他人じゃない。一緒にも住んで、おりゃすぎるよ。声がでかい。俺を踏み台にして入って。はい。どう？メガパンツ見るな。俺は二股はしてもエッチなことはしない約束をしてるんだ。ましてやサウン。アホ。あ？えい。あ。なんだ。だって俺は咲ちゃんをずっと大切にするって決めてたのに。咲さん、はあ、情けないにも程があるわよ。キスする？するか！